インターテックのサブイベントとして行われたフォルクスワーゲンゴルフポカールレースはシリーズ5戦目、これが最終戦にあたる。今回当番組が注目するのはカーナンバー8番アイメックスナビゴルフに乗る吉田拓海教官とカーナンバー99番チョロ級 CG ゴルフの熊倉茂春顧問である。今回のエントリーは39台、そのうちの予選上位30台が決勝進出。ポールポジションは1分59秒131を叩き出した渡辺明選手、2番手は1分59秒501を記録した清水和夫選手。清水選手は4戦目までのポイント合計が54点と、今回優勝すればシリーズチャンピオンも夢ではない。そして予選3番手が中谷昭彦選手、1分59秒729。中谷選手は第1戦から第3戦まで連続優勝を飾り、シリーズポイント60点で現在トップ。そしてもう一人シリーズチャンピオンを狙える圏内にいるのが小畑栄選手で、小畑選手はシリーズポイント58点、現在第2位。今回は予選タイム2分0秒59で6番手につけている。そして我らが期待の熊倉顧問は2分01秒302で11番手、吉田教官は2分01秒557とコンマ2秒の差で12番手からのスタート。さてレースはカーナンバー77番のポールシッター渡辺選手を12番中谷選手のコンチネンタルゴルフが追うという形でスタート。各社一斉に第1コーナーへとなだれ込んでいく。今回のレースはシリーズチャンピオンを決定する最終戦ということもあり、トップグループはエキサイト、序盤から激しいトップ争いが繰り広げられた。そして急ラップを消化したところでトップグループ6台がピットロード前を団子状態で通過。中谷選手に仕掛けた清水選手と小畑選手が接触して激しくコースアウト。ドライバーは無事だったものの、シリーズチャンピオン圏内にいたこの2人はこれでその夢も消え去ってしまったのである。一方中段グループで10位11位争いをしていた熊倉吉田の両選手だが、最終ラップに熊倉顧問が試験で痛恨のスピン、せっかくのポジションを17位へと落としてしまった。結果はシリーズポイント4番手につけていた古澤忠夫選手が優勝、2番手にはポイントリーダーの中谷昭彦選手が入って15ポイントをプラス、見事シリーズチャンピオンを決定した。